わっさっ、やーぴまるです。はい、ということで今日はですね、テイクダウンみんな来てると思うんですけども、あのパワープレイにもテイクダウンがついに来ちゃったということで、あのテイクダウン俺全然やってなかったんですけど、やっぱねその結果が出ました。4位6位6位っていう結果でパワープレイ終わってしまって、もう地獄を見ましたね。ということで、まあ、その件でちょっとイライラしちゃって、テイクダウンさっきちょっと練習してて、あのミラティブ配信しながら、あのみんなとね何が強いかっていうのを話し合いながらやってったんですけども、今日はそのね3体ぐらいね決まったんで、ちょっとそちらを紹介していきたいなと思います。でちょっとね、あの言い訳結果わかんないですけど、今ちょっと急いでて動画撮ってんの、急いで動画撮ってんで、顔出し&テロップなしのあのノー編集でいきたいと思うんで、成績が悪かったとしても一応本当におすすめキャラということで立ち回りも言いながらやるんで、まあ、成績悪くても気にしないでくださいということで、早速やっていきましょう。はい、まあちょっとね、テイクダウンね、マジこのゲームね多分史上最強に難しいゲームモードだと俺は思った。マジで難しいということで、最初にねテイクダウンっていうのは、あのパワーキューブまず集めそうとか言ってね。でなんでパワーキューブ集めるかっていうと、パワーキューブをね集めてね、後から賛成した方がね知らないんですよ。それがねいい感じに強い。いやほら、ここでちょっとやり合いたくないんだけど、まあ、とりあえずあのパワーキューブを集めます。はい、まずはもうね、あのどう 50% ぐらい 50% ぐらいになったら行くのがいいかな。これ死ぬのが本当にダメ、もったいないんですよ。死んだ瞬間雑魚になるんですよ自分が。だからこの間にマジで集めた方がいい。はいはいはい。でこれを適当に置いとく。これ適当に置いておくことで、あの周りのちょっとね敵に与えられることができて、まあ、ウルトもたまるし、ほらああやってねやり合ってんじゃないですか。これがねちょっともったいないんですよ正直。 OKOKOK で、あ、ジーンね、みんなでジーンをいじめると、いや、やれやり合った結果俺がやっていく。はい、 OK、 もう重いかな。さあ 50% ぐらいになってるんで、そろそろ行きますか。でこれね難しいのがね、敵に挟まれちゃあかんということでね。はい、オッケー。7位。で、あの、この9も持ったね。私のペニーは強いよと。いない、ここ。いない、大丈夫。オッケー。で、今、無敵状態なんですよね。9、8、7って出てくるじゃないですか。これに合わせて敵にちょっと近づいていきます。で、これ多分 25% ぐらいに、1で5。はい、まず結構与えられることができました。ここで、あの、なるべく敵に挟まれちゃあかん。はい。オッケー。で、スプラッシュ、ここでスプラッシュを構えたかったが、ちょっと待って、痛い。一旦隠しよう。オッケー。で、今ね、4位なんですけど、全然ある。13、14、ほら。まあ、敵をね、はい、ここで、ここはもう全然いいよ、やって。6、5、4、3、2、1。ほら、来た。1いける。待て。オッケー、3位かー。いやー、まあでもこんな感じで安定にね上位取れるんで、ぜひともあのペニー使ってみてください。こんな感じでやるといいよ本当に。で、スタッファーはなんとなくこっちにしてます。なんでかっていうと、壊れた瞬間のババババって弾いて敵に当たる時の、これ結構ねちょっと3位だったんですけど、あのいい感じに取れると思うので、ぜひともやってみてください。ということで次第2位なんですけども、ブルです。はい、このブルです。はい、ドナルドトランプ氏ブルです。はい、ということでやっていきましょう。このブルなんですけど、あの本当に強いんですよまずあのこれはね暴れ牛にしましょう。で、あの最後のワンチャンにかけるのが一番大事。 50% までとりあえずパワーキューブを集めるのが大事です。じゃあということで、あのパワーキューブ集めに行きます。画面フットボール言いながらね、まずあのこのテニーちゃんをやりたいんですが、ちょっとねあんまね、まず死ぬのが本当にダメなんで、まずパワーキューブは確実に、まあ、10個ぐらいは取りたい。10個取れるかな。でウルトが溜まった瞬間が本当に強くて、まあまずこうやって芋っていうのも強いね。芋って、まあ取り行こう。これはオッケー。ファームをちょっといじめたい。芋りながらね、まずパワーキューブ集めに行きたいです。まだね、ちょっとね、ボスにダメージ。このね、これちょっと無駄だったな。無駄な時間を俺過ごしたわ。あのね、パワーキューブを本当取りに行かなきゃいけないんですよね。だから、ちょっと本当に無駄な時間を過ごしてる、今俺これ。パワーキューブ取らなきゃね、やられちゃうんだよね、本当に。ちょっと芋りでいいかな。オッケー。これ結構いいんじゃない？オッケー。一旦これ逃げよう。マジで逃げた方がいい、これ。よし、オッケー。危ねえな、マジで。来んな、本当に来んな。オッケー。こっからかな。ちょっと集中したい。これマジさ、本当に難しい、このゲーム。ペニー強えな、おい。オッケー。はい、オッケー。こっからかな、マジで。こっからかな。
オッケーオッケーオッケー。ウルト貯めて、ウルトまず貯めたい。ウルト貯めたい、正直。オッケーオッケーオッケー。ウルト貯めさせて、ウルト貯めさせて。オッケーオッケーオッケー、来た来た来た。で、残り10秒なんですよ。この10秒で、とつる。とつって、マジで、マジでやりいく。マジでやりいく。4、3、2、1。来た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 。マジ来たマジ来たマジ来た。これ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 。ほらほら1位。オラオラやばくない？これマジで強いんだって。これ本当に、これみんなこれ本当にやばいでしょ。これ一撃必殺なんですよ、これ。やべえ。ということで、これ真似してみてくださいね。おい、ちょっとマジもったいな。パワープレイ、これでよかったじゃん、俺。まあもうでもテイクダウンマスターなんで、僕今もう、はい。なんで、ぜひとも皆さんこれ試してください。ということで、第1位なんですけど、ブルの上位交換ですね。ダリルですね、こいつ。で、リロード。これどっちでもいいです、正直。でも俺こっちがいいかなって感じで。まあ、でもこっちで、こっちいいかな。ちょ、こっち行こう。で、まあ、ダリルの強いところなんですけども、今、ブルみたいにああやってなってるんですか。で、ダリルって、勝手にね、ウルトが溜まるんですよ。だから、正直なんだっけな、ウルトを溜めに行かなくていいっていう感じ。だから、ウルト使って敵を倒してっていうのもすぐできるんで、パワーキューブの、回収もしやすく、なんならその、なんだろうな、とつる、あれもできるんで、めちゃくちゃに強いですね。なんで、ちょっと、皆さん、ぜひともね、まあ、ブルのやり方は、本当に強いでしょ、あれ。あれ本当に強いんよ。だからあんな感じでやるのが一番なのと、まあ、ダリルもね、そんな感じでやれるといいかなと思います。ちょっとマッチング長いな、これ。まあ、とりあえず、ノー編集、ノーカッティングで行くんで、OK、行こう。まあ、ダリルの転がリング&ラグラグの実さえなければ全然大丈夫ですね。ラグラグの実を食べてるダリルはちょっと正直ラグすぎて何もできない状態になっちまうんで、まあ、とりあえずこのね、ウルト溜まるまでパワーキューブを集めに行きましょう。はい、取られた。うぜえな、ノリコ。マジでうぜえ、あれ。オッケーオッケー。ああやってね、パワーキューブを横取りするやつは、全然大丈夫です。はい。全然大丈夫です。ルールに則ってんでね。はい。全然そんなパワーキューブ横取りしちゃいけないなんてね、ルールに書いてないんで、あれは全然オッケーです。結構ビビがね、俺的にちょっと、あれなんですよ。だるいんですよ、正直。だから、早めに処理したい、これは。まあ、これ無駄ウルトっていう、いわゆる無駄ウルト、これは。いや、ブル、やってんね。ああいう感じでね。オッケーオッケー。一旦引き。一旦引き。で、これでちょっと。まあ、知らないのが大切。まあ、多分、ダリル今、ウルト持ってるんで、逃げウルトっていうのも使えるんですよね。ちょ、待って、本当に見た。危な、マジやばい。危ねえ。オッケーです、オッケー。一旦ね。一旦待ちっすね、これ。やばい、死にたくない。オッケー。もうこっから。こっから結構ね、結構いい。もう10個以上になった瞬間、もう結構暴れられる。9、8、7、6、5、4、3、2、1。オッケー、ここやってみましょう。オッケー、もういい感じですね。すごいいい感じ。オッケー。はい。ここまで来た。で、これ一旦やっていくじゃん？オッケー。こっから一旦回復して、最後のね、ラストスパートに備えましょう。はい、ウルトも使ってね、行くと結構いいけど、5、4、3、2、1、5。お前待って、逃げるな。OK! あーい、取られた1位。マジか。てな感じで、みずさん、ちょっともう一回やっていい？あと、ちょ、気になって、まあ、これが、俺の中の1、2、3位なんですけども、ちょ、コルトもね、試したい。でも、正直、このね、ダリルとブルの、とっつりが、マジ強すぎて、今ちょっと、だって、動いてたじゃないですか。あれが、ちょっとなかったら、絶対強かったんで、これ、マジ強いんで、やってみてください、本当に。ちょっと、もう一回ダリルやっていい？悔しい、今の。やば、なんか、テイクダウンめっちゃ楽しいんだけど、こういうの。わかる？これ。みんな。本当にね、なんか、最初めっちゃきついなと思ったんだけど、こういう感じでやると、本当に絶対勝てるから、マジで。ダリルとブル使うと、絶対勝てるから、マジで、本当に。ぜひともやってみてください。だって、ブルなんてさ、最後さ、あれで終わったじゃん。え、待って、チート法これ。マジでテイクダウン強いんだけど、ブル。あー、やり方さえだね、これもう本当にやばいね。確実、ほぼ確で1位取れるじゃん。マジかー。マジほぼ確で1位じゃんこれ。やばいなこれマジで。とりあえずね、ペニーはだから正直そんな強くないな、思ったけど、3位と、なんだろう、その2位と1位の差がでかすぎて、はい、まあ、死んじゃダメ。
死んじゃダメ、とりあえず。まあ、最後にかけよう。最後にかけるのが男だ。まあ、コルトは多分ちょっと違うんかな、動き的には。だから。よし。で、ウルト溜まったんで、これどんどん敵を倒していっていいと思う。はいはい。まずね、まずこうやってね、はい、取りいきます。バーリー無視してますよ。無視してますよっていうイメージですね、これ。よいしょ。一旦ね、こんな感じでね。バーリーで来るやつ結構おかしくない？それで火力出せんのかっていう話。ほら、挟まれてるから、かわいそうに。オッケーオッケーオッケー。全然いい、全然いい。で、ちょっとね、ちょっとだけ攻撃与えに行きますか、これ。オッケーオッケー。でもこれ攻撃与えいくとね、やられちゃうんですよ、こういう時。あ、これ生きるわ。はいはいはい、ウルト持ってます。あー、これジェシーでもいいかな、別に。ジェシーやり行くか、これ。はい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 。はい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 、ジェシーをやりに行きたいと思います。オッケー。まあ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 、まだ 50% だからね、行く必要がないんですよ、正直。まあこんな感じでね、全然、ちょっと待って、待ってね。まあ、誰よりちょっと1位取りたいんですよ、俺。マジで。行ったな、行ったな。結構ね、うざいと思う、こういうの、俺。オッケー、オッケー、オッケー。まあまあ、まだ 30% で今、無敵状態入ってる。こっからですね、マジで。あのコルトやりたいな。まあ、いっか。オッケー、始まった、始まった。ダメだ！ちょっとミスったな、俺。ブルノが強い、もしかして。まあまあ、でもとりあえずちょっと成績は気にしないでください。ほんと1位取りたかった。とりあえずでも、ペニーはまあ安定志向な人だった。なるほどね。1万8000ジャスト。とりあえずダリルとブルはマジ最強なんですけど、ペニーはちょっとね難しい。でも割と立ち回り次第で結構いけると思うんで、俺はねブルがマジ、ブルとダリルがちょっと強すぎて正直楽しいんで、ぜひともやってみてください。ちょっと何回かミスったな。とりあえずパワーキューブ最後もう多分ね、本当に最後 50%のとこまでは多分ダリル、俺途中攻撃しちゃったじゃないですか。あの時間も多分無駄だったと思う。だから、パワーキューブをずっと取ってれば正直いいかなって形なんで、ぜひともやってみてください。ということで終わっていきましょう。チャンネル登録と高評価の人もよろしくお願いします。ということで、あー疲れた。終わってみましょう。皆様、それでいい。What up? Bye!